みなさん、こんにちは。韓国語の先生、李ー先生です。今日は、優しくて簡単な韓国語を皆さんにご紹介させていただきたいと思います。さどるせよ。さどるせよ。さどるせよ。急いでください。さどるだ。急ぐ。 せよ。何々してください。テレビでホームショッピングを見ると、あ今何個しかありません。急いでください。さあどるせよ。さあどるせよ。注文してください。注文하세요。としますね。さあどるせよ。急いでください。さあどるせよ。行ってみましょう。 はい。よくできました,た。たらおせよ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 たらおだ。ついてくる。せよを何々してください。たらおせよ。ついてきてください。 旅行とかするときにガイドさんがついてきてください。たらおせよ。たらおせよ。と言いますね。韓国語を優しく、面白く学びたければ、私だけついてきてください。たらおせよ。たらおせよ。たらおせよ。言ってみましょう。はい。 똑 됐습니다. 조심하세요。 조심하세요。 조심하세요. 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 조심하다. 키오스케르스세니 아니 씻テゴダ 上しませんよ。気をつけてください。ませよ床が滑りやすいです。上しませんよ。気をつけてください。道が凍っています。気をつけてください。上しませんよ。조심하세요 行ってみましょう。はい。よくできました。今日は、優しい韓国語表現を皆さんと一緒に学びました。最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価もお願いします。では、次の時間に会いましょう。다음에봐요。あんにょー。じゃあねー。